今回は、ディスプレイプロパティとビジビリティプロパティというこの2種類について勉強してみましょう。まず、ディスプレイプロパティ、これはですね、その要素、その HTML 要素をどのように表示するかということを決めるものです。それに対してビジビリティというのは、その HTML 要素を、どのように見せるかという、違いが感覚的にあると思っていただければと思います。ですので、まあ、これ具体的なものを見ていくとなんとなく分かっていただけるかと思います。まあ、ただこの使い分け結構難しいかもしれませんが、まあ、大抵の場合ディスプレイを使うことが多いと思いますので、ぜひ、ディスプレイから覚えていきましょう。ディスプレイの、値ですね、指定する値としていくつかあります。まず、よく使われるブロック、これはですね、ブロック要素として表示するもの。それに対してインラインというのがあります。インラインというのはインライン要素として表示というものですね。それに対して、もうこの2つを組み合わせたインラインブロック、というものもあります。インラインブロックは、インラインで扱えるブロック要素として表示。これはですね、よくブロック要素にしか効かない、ブロック要素にしか適用できない CSS オプションを指定するときに使われるということがあります。インラインで表示させたいんだけれども、それを、そこで指定したい、CSS の内容は、ブロック要素にしか適用できないものであるという場合に使われることがあります。さらにもう一つ、これ None というのがあります。None、これは、表示しないというものです。という、まあ、大きくここでは4種類ご紹介します。これ以外にもいろいろありますが、よく見るのはこの4種類かと思います。そしてそれに対してどのように見せるかというものがありますが、ここのオプションはまず、Visible。これは、そのボックスを表示させるということ。それに対して Hidden というのがあります。Hidden というのは、そのボックスを、非表示にさせる、まあ、見せないという表現ですがいいかもしれないですね。という、形になります。まあ、これ以外にもありますが、ここでは2つをご紹介しましょう。具体的にどうなるのか見ていきましょう。今回はですね、このような HTML、ナビゲーションがあって、div の中にパラグラフが3つあるというものですね。に CSS を簡単にとりあえず書いてあります。そして、このような感じで表示されるようになっております。ではこの中でいくつか書いていってみましょう。まずですね、ディスプレイプロパティを見ていきましょう。ディスプレイプロパティ、まずこちらをディスプレイ None というふうにしてみます。ナビゲーションに対してディスプレイ None を指定して更新すると、このようになくなってしまいました。一切表示されなくなりました。このようにして実際に、ないかのように、表示させるということができるわけですね。これがディスプレイ None です。これが、ディスプレイブロックになるとどうなるか、元に戻ってくるということになります。このナビゲーションブロック要素です。なので、ディスプレイブロック書かずとも同じ状況になるんですが、これを具体的に見ていってみましょう。アンカータグに対して書いてみます。ディスプレイブロックというふうにしてみましょう。そうするとこのようになりました。ブロック要素は、つどつど下に並んでいくというルールがありますので、下に向かって並んでいます。ブロックにしたことによって、インライン、同じ行ではない状態で表示されているというのが分かっていただけると思います。それに対して、これがインラインというふうになったら、もともと、アンカータグはインラインの要素なので、元に戻るということになります。
で、ここにですね、下に少しスペースを空けたいということで、マージン、ボトム、まあ、分かりやすいように極端な60ピクセルという値を指定したとします。そうすると、このままでは何も起こりません。何回更新しても何も起こりません。というのも、マージンはあくまでもブロック要素に対して適用できるものだからですね。ということで、ここでインラインで表示させたいんだけども、ブロック要素として扱いたいというインラインブロックというのを指定してみましょう。これで更新すると、指定した通りにマージンが開きました。このようにして、それぞれの指定が活かされる、手段を選んでいくということのためにディスプレイが使われることがあります。まずはこれを踏まえておきましょう。さあ、この2つは一旦消しておきます。元の状態に戻しました。さあ、今度はビジビリティです。ビジビリティの、通常見えている状態、これビジブルの状態ですので、これをヒドゥンにしてみましょう。ヒドゥンにすると何が起こるのか。先ほどのディスプレイなど何が違うのかというと、このようになくなって隠されているんですが、場所としては存在しています。このブロックの存在は隠れていません。中身を見せないということができているということになります。これは時として非常に重要なポイント、あるいはこれをうまく使うと疑似要素と組み合わせていくことで、効果的な見せ方ができる場合もあるかもしれません。ぜひこのやり方を覚えておきましょう。もちろんこれをビジブルに戻してあげれば表示が戻ってきます。このようにして、ビジビリティあるいはディスプレイプロパティを使うことによって、様々な表示のさせ方あるいは、指定の反映のさせ方、そういったことができるようになるというのはぜひ覚えておきましょう。今回はディスプレイプロパティとビジビリティプロパティについて勉強しました。